ガガンボモドキは、シリアゲムシメガガンボモドキ科の昆虫の総称である。ガガンボに似たキャシャナ虫ながら、肉食性である。日本では寒冷地にのみ見られるが、欧米ではより普通に見られる。前足でぶら下がって獲物を捕らえることからハンギングフライの名を持つ。特に配偶行動の研究が行動生態学の発展に大いに寄与した。ガガンボモドキ科の昆虫は、外形は 尻上げ虫とほぼ同じであるが、より足が長い昆虫である。頭部は細長く尖るが、尻上げ虫ほどには長く伸びない。腹眼は大きく発達している。触覚は糸状だが、これも尻上げ虫ほどには長くない。体は細長く、腹部も長いが、尻上げ虫のように尖らない。また、オスでもビブがサソリのようにはならない。付属詞は尻上げ虫よりはるかに長く。 要するに、尻上げ虫の各パーツをガガンボのバランスに似せたような姿である。ただ、この付属詞は非常に特殊なもので、他の昆虫にはあまり例がない。細くて、キャシャな足はそれを使って立ち歩くには向かず、休む時は前足で草の葉などにぶら下がる。この姿勢もガガンボなどに見られるものであるが、多く、付属詞の先端には、 非常によく発達した鎌のような爪が一本あり、これは織り込むようになっていて、それによって獲物をしっかりと捕まえることができる。肉食性で小さな虫を捕らえて食べる。配偶行動として、オスがメスに小昆虫をプレゼントすることが知られている。両者それぞれ前足でぶら下がった姿で向かい合い、メスがそれを食べている間に交尾が行われる。幼虫は芋虫型で肉食数雑食。 上記のように、この昆虫は交尾の際に、オスがメスに獲物をプレゼントする習性が知られている。これ自体は肉食性の動物に往々にして見られるものであるが、この昆虫では、この行動に関する研究が、行動生態学の発展に大きく寄与したことで知られている。古くは、単にオスがメスの食欲を抑えるために餌を食べさせているのだと、いうような解釈が行われ、中には、 私有で仲むまじく、餌を食べながら、交尾といった記述も見られた。解釈そのものはそれほど間違いではないと思われるが、その行動の内容がそう単純なものではないことが判明したのは、1980年のアール・ソーンヒルの研究からである。彼は、それ以前にアメリカでつまぐろがガンゴモドキを多数観察し、オスが獲物を持っているところへ来訪したメスが、 交尾する場合もしない場合もあることを見て、餌の大きさによってメスがオスを選んでいるらしいことに気がついた。彼はこの虫がダーウィンのいわゆる正当多の理論を検証するのに公的であると判断したという。ダーウィンの正当多の論では、メスをめぐって誘導士が戦うことによる競争による選択と、オスを選ぶメスによる選択の二つの場合があることを想定している。しかし、 前者については批判が少なかったが、後者は当初から多くの批判があり、その存在が推定される実例は少なかった。わずかな実例も間接的な推定がなされているに過ぎなかった。さらにその選択が実際に適応的であるかどうかを判断できる例はほとんどなかった。彼は交尾時間と餌の大きさの関係、受精脳の精子量、 その他交尾前後の行動などの検討を通じて、メスによる選択のあり方やその効果などからメスによる選択の存在を論じている。例えばメスは不十分な大きさの餌を持つオスとも交尾する場合があるが、その場合には次のオスを探しに出かけ、十分な交尾時間を維持するだけの餌を持つオスと、交尾した場合には次のオスを探すのをやめるという。 最後のオスの生死が有効になるのは昆虫には普通のことなので、これは大きい餌を取るオスを選択する結果を生むであろう。が、同時に奇妙な事実をいくつか発見した。例えばオスによる餌の奪い返しである。餌が小さい場合やまずいものの場合、メスは交尾を打ち切って立ち去るが、餌が十分大きくて、 十分な交尾時間が得られた場合、交尾を打ち切るのはオスで、その際にメスから餌を奪い返そうとし、しかも過半数は奪い返しに成功するという。オスはその餌がメスへのプレゼントにまだ役に立つと判断すれば、再びメスの誘引を始める。また、自ら獲物を探さないオスの行動も発見された。一つは交尾中のペアから餌を盗むことで、 もう一つはメスに似体すること、具体的には餌を持って、メスを待っている、オスのところへ、メスのふりをして近づき、餌を受け取るとそのまま立ち去ってしまう。彼によると、メスにとって、給仕を受けるのは明らかに雲に捕まる危険を低下させ、生存率を上げる効果がある。これは、オスとメスの飛行距離の大きな差によるとの判断である。他方で、のようなオスによる、の再利用や、 餌盗みは、オスの危険を減少させることで、適応的と見る。いずれにしても、ここには、オスとメスの立場の差に基づく気候やオスの行動に、見られる、代替戦略的な複数の行動の共存といった、行動生態学的の見方が強く出ている。日本には10種ほどが知られ、以下のような種が知られる。寒冷地に産し、日本では高地に分布が限られる種が多い。 ガがンボもどきかびたしだ以下、種名リストをあげる。ありがとうございます。